皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはロングランで売れ続ける商品を作りたかったら作るよりも売るを先にした方がいいというお話をしてみたいと思います。最近ですね、私のクライアントさんで数人なんですけれども、ページが出来上がったので、見てくださいということで、販売用のページっていうのがランディングページっていうページがあるんですけど、そちらの添削をしていたんですよね。で、その時期によってなんですけれども、リリースする日が決まっていて、もう絶対に急がなきゃいけないっていうような状態になっている時は、私はここまで作ると本当はいいよねっていうラインがあったとしても、6割ぐらいできてればもう出しちゃうっていう方を優先する場合もあります。その方の切迫度合いによるっていうところなんですけどね。要は、売ることが先だという概念が私の中にあって、なので作り込むっていう作業はもちろんした方が制約率高いのでいいんですけど、本人が時間がない、もうそこ間に合わないっていうふうになるんだったら、ゼロよりは売れた方がいいわけじゃないですか。なのでそのせめぎ合いのところでの、妥協点を見つけていきながら、売ってください、やってみてくださいっていうのをアドバイスするケースが多くてですね、それをちょっと今日はお話をしてみようかなと思ったのが、きっかけになります。はい、ではね、問題に入りたいと思います。ロングランで売れ続ける商品、ロングランじゃなかったにしてもですね、売れる商品作りをしたかったら、一人で、これがいいに違いないっていうレッスンを必死に作ってリリースするよりもですね、ある程度できている状態、しかもそれが相手に伝わるようなレベルのページが作れているのであれば、それは売ってみてから反応を試してみて、それからどんどんブラッシュアップする方がいいっていうお話なんですよね。要はですね、いくら自分の頭の中で考えていてもですね、それを本当に欲しがる人がいるかどうかっていうのを事前リサーチはもちろんしていただくんですけれども、本当に買ってくれるかどうかは売ってみないとわからないんですよ。であれば作り込みすぎて頑張って、すごくもうこれ絶対にいけるっていうところまで作って売れなかったら衝撃が強いじゃないですか。だから売ってみてから考えて作るをさらにブラッシュアップした方がいいですね。ですから私の基本方針は、作り込みすぎるよりも売ってみてから直す方がいいっていうのが私の基本方針なんですよ。でこれができない教師の先生が結構多くてですね、作り込みすぎちゃうんですよね。その挙句、リリースしました。もちろんリリースにはリリースのやり方があります。いきなりポンとリリースして売ることができるのは、普段から密に付き合っている濃いお客様が手元にいる場合だけです。特に高額のものに関しては、普段から信頼関係ができているファンがいないと絶対に売れないんですよ。でその告知の仕方も、いきなり「はい、このコース募集始めます」っていうよりは「こんなコース考えてます、もう少しで発表します」とか「気になる方は先行で情報を差し上げます」とかいう、なんか、ティーザー広告っていうんですけど、少しずつちょっとずつ結果を報告しながら、それをねお伝えしていくっていうのが、結構いい感じなんですよ。でそれもせずにですね、ものすごい思い入れを込めて、ものすごいこう自分これ絶対にいいに違いないっていうページを作ってですね、売れない場合って心が折れちゃう場合もあるから、だから本当にそれが売れるのかなっていう、お試し的な意味合いもあって、ある程度できている状態で大丈夫だよねっていう状態はまず売ってみるを先にした方がいいです。だからその順序を逆にしてしまうと、逆に売れない商品ができてしまいます。なので、作り込むよりも売る方を先にしてみて、
そしてさらにブラッシュアップするためにもう一回作り込む。だから作り込む回数を増やした方がいいっていうことなんですよ。一回で一発で全てうまくいくように作るっていう努力目標では OK なんですけども、それによって心が折れるぐらいだったらある程度のところで出してしまって、でそれがうまくいかなかった時に直すっていうぐらいの余裕を持った考え方の方が結果としてうまくいくんです。売れ続ける商品って何度も改変することが必要になるので、それをやっていくっていうのがね、結構ポイントだなと思ってるんです。実は私もロングランで今はやってないんですけれども、1日集客セミナーっていうのを昔やっていたんですよ。2年ぐらい、まあ、コロナの前までなんですけど、その間月に2回ぐらい定期的にやっていて、割とほとんど満席が続いていて、基本私売り込まないので、セミナーとかでは皆さんがその後自分では作り込みができないから不安ですとか、講座どういう講座がありますかみたいな話があった時に用意してある講座何個かあるので、まあ、その人に合ったものを組み合わせながらご案内はしていくんですけれども、まあ、通常売り込みはしていないんですね。で、まあ、そんなこんなの講座でしたけれども、まあ、中身が多分いい感じだったせいか、まあ、月に2回ぐらいやってたんですけど、割とほとんど満席になってました。で、月に2回ぐらいやるってことは、4人くらいの割と少なめの人数で、私じっくり教えるのが好きなので、その人数で集めて、まあだから8人ですよね。で、8人とかがもちろん全員決まる時もあるんですけれども、まあ私の受け入れのキャパシティとかもあるので、そんなに続々とたくさん入りすぎてもまあ困るし、本当に一生懸命ちゃんとやってくれて私とすごく相性がいい方だけ入っていただければいいなというふうに思っているので、まあそういう観点での、まあ、セミナーがあって、まあ本当の商品っていうか、ライトなものからしっかりやるものっていうものに移行する方は移行していただくっていう、まあ、そういうのをやっていたんですよね。その時もやっぱ改変繰り返してましたね。セミナーの内容もだし、あとそれを告知する文章に、あ、お客様のこういう声を入れておこうとかちょこっと書き足したりとかですね。だから育て続けるっていうのが結構ページの運用として正しいなと思っていて、当然時代の流れが大きく変わった時だから、コロナで一旦やめたんですけれども、コロナが終わる、まあ、コロナと一緒に共存していくっていうことで考えた時には、やはり講座の作り方もガラッと変えないといけないので、それ社会環境が変化したらやっぱり講座も変化しないといけないので、だからあまりガチガチに固めすぎてしまうと身動きが取れなくなっちゃうので、作るよりも売る方を急いだ方がいいっていうのがまずコツの一つ目なんですよ。でもう一つがですね、これも案外凝り性の先生が陥りがちなんですけれども、オーバースペックなんですね。オーバースペックってのはどういうことかっていうと、その方が満足いくまでやってから商品出したいっていう場合はオーバースペックなんですよ。これすごく結構多くて、例えば私なんかは、まあ、売ってから考えたらいいっていうふうに思っているので、もう売れる商品持ってるんですよ、その先生。じゃあ、それじゃあこう組み合わせしてパッケージにして販売してみたらどうですか、要は手間かからないしすでにそこにあるしっていう話をした時に、いや、ちょっと自分で自分の顔があまり気に入ってないんで動画もう一回撮り直しをしたいんですとか、昔に作ったから今のね私が見るともうダメダメすぎて全部撮り直ししてやり直ししたいんですとかいう話聞くんですよ。で、もちろんね、撮り直ししてやり直ししてクオリティ上げるっていうのはいいんですよ。いいんですけれども、それ絶対に売れる確信がまだ取れてないんですよ、その商品が。あるものを組み合わせをして、まあ、必要なものを付け足しして価値を高めてパッケージにして売るっていうこと自体は多分そんなに手間がかからないじゃないですか。まあ変な話、まあ、来週にでも販売できちゃうかもしれないですよね、オンライン講座だったら。だけれども、全部取り直して全部やり直すって言ったら早くたって3ヶ月から4ヶ月先になっちゃうような内容だったんですよ。でそこまで、じゃあ取り直しまでしてやったら
もともと想定してた金額の3倍か4倍で売れますかっていうところなんですよ。多分売れないんですね、そんなに高く。じゃあ例えば5000円だったら、5000円で販売しようと思ってたものを取り直したら2万円で売れますかって言ったら、買ってくれる人が一緒だったら無理なんですよ。だからそれよりはまずは売ってみる、その組み合わせとかをしたとしてもね。じゃあそれが自分で5000円にしたいから取り直すって思ってたんだったら、3500円で売ってみたらいいんですよ。それですら売れなかったらその商品良くないっていうことになっちゃうので、だから試すためにも取り直しを考えるぐらいだったら、それは本当に自分のお客様の層に売れるのかっていうのを確かめた方がいいんですね。だからやり直しは多分自己満足だよっていう話をよく言っていて、あまりにもですね、ひどすぎて絶対売れませんっていう内容だったらやり直してもらうんですけど、大抵そのやり直します、自分が納得いかないんです、自分の顔が嫌なんですとかいう先生のものって大抵そこそこクオリティいいんですよ。だから自分がなんですよ、自分がやり直したい、自分がいまいち納得いかないなんで、その場合には無駄に時間を過ごすことになっちゃうんですよ。で、そうこうしてるうちに世の中が変わっちゃうと、作ろうと思った講座が売れなくなっちゃう時とかも出ちゃうので、今は、クオリティはもちろんのこと両方両立するのが一番いいんですよ。クオリティとスピードだけど、両方両立させるのってなかなか大変なんですよ。であれば売れると分かったものをクオリティを深く掘り下げてしっかり作っていくっていう方がよほどいいので、そういうイメージで考えていくといいよねっていうふうに思ってるんですよね。だからポイントとしては、売れる商品作りたかったら作り込みよりも売ることが先、これ一つ目です。で、二つ目はオーバースペックにしすぎないっていうことですね。それは ほとんど自分の自己満足に近い状態になる場合が多いからです。なので特に凝り性の先生は自分が納得いかないと嫌だっていう理由でやり直す方多いんですけども、商品化してから考えましょうって商品化して、じゃあ例えばそれがすごく売れた場合にはそこでお金ができるわけじゃないですか。そしたらそのお金を使って、例えばすごくクオリティが高いものを作っている外注さんだって雇うことができるわけじゃないですか。だってもともとはなかったものとして考えるわけですよね。だってそれじゃないものを作ろうとしていて、その持っていた例えば動画とか写真で商品を作るってことを考えてなかったわけですから、売ろうと思ってなかったものでもしも売れたんなら余剰金ってことになりますから、そこで自分で頑張んなくてもいいから作ってもらえるってこともできるじゃないですか。だからお金ってそういう使い方をした方がよくって、先生はコンテンツですね、自分の伝えるべきもの、生徒さんに渡すべきもの、コンテンツを作ることに注力をした方がよくって、もちろんそれを拡散するとか発表するってことはある程度の売り上げが上がるまではある程度頑張らないといけないです。だけどある程度露出ができていて、ある程度ファンができていれば、そこまで頑張らなくても自然に人が来るようになります。ちゃんと商品内容が正しくって、ドンピシャの、見込み顧客を持っていて、その人のキャラクターが立っているのであればということです。ですからそういう状態を作っていくためにも、時間ってそのやり直しレベルのところに使っちゃいけないんですよ。新しい、コンテンツを開発するか、既存のお客様の満足のためにサービスをブラッシュアップするかっていうことに時間使った方がいいので、オーバースペックすぎる商品作りすぎちゃう人が多いなっていうのも、面談で感じていることなので、今日はお伝えさせていただきました。ということで、最後まとめていきたいと思います。ロングランで売れ続ける商品を作りたかったら、作るよりも売るを先にした方がいいという点ですが、まず、その一つ目が、売ることの方が作ることよりも先行してやると、その商品が本当に人気があって売れる商品かどうかが先に確かめられるので、売れると分かったらさらにブラッシュアップしていいものを作ればいいからという理由が1個目です。で、2個目は自分で勝手にこだわって、そこそこちゃんとした商品できているのに、それを出さずにお蔵入りにしてやり直すっていうのは時間がもったいないから、オーバースペックで作りすぎないっていうのも結構
大事な見極めの点かなというふうに思っていますので、はい、この2点をですね意識しながら、良い商品をなるべく早く作って世に出していくっていう、このスピード感を持って動いていただけるといいかなと思います。それでは。